て、天王寺から乗ってきた普通列車は、時間通りに終点和歌山に到着するみたい。始発の天王寺から1時間50分、ちょっと長く感じたけど、やっぱり早朝時間帯を走ってきたからか、普段よりは早かったな。和歌山に到着すると、すぐ後ろから追いかけてきていた。特急黒潮1号が、4番乗り場に入線してきたわね。やってきた黒潮1号の車両は、289系なんだぜ。ってあれ？車内にいたお客さん、全員降りちゃったみたいだぜ。あら本当。しかも行き先も黒潮号の京都駅に変わってる。本来ならこのまま白浜や新宮まで行くはずなのに。見た感じ、なぜかこの列車、この和歌山止まりになるみたいよ。いきなり黒潮が和歌山止まり？これは一体どういうことなんだ？あ、ついにドアが閉まっちゃった。このホームで折り返すかと思ったら、一旦回送扱いにするみたいだな。聞いた話によると、先日から、とある注意情報が出てる関係で、特急黒潮号は、和歌山までの運転になってるらしいの。だから、この黒潮1号も、やむなく和歌山で折り返すことになるらしいわ。ああ、あの地震に関する注意情報の影響で。黒潮号自体が、和歌山止まりでの運転になってしまってるのか。そりゃ、ここで回送にして、折り返すのも無理ないぜ。黒潮号が和歌山止まりなのは分かった。じゃあ、この289系、この後一体どこへ回送されて、折り返しするのかしら。おそらく和歌山駅の適当な誘致線に入れて、折り返すとは思うが。確かに気になるな。ちょっと見てみようぜ。しばらくすると、289系は、4番乗り場を逆出発していったの。向こう側へ回送されてったってことは、新在家の端室にでも入れるつもりなのか？いや、違う。なぜか阪和線の本線の方へ向かっていったわね。まさか、あんなところで、本線折り返しでもやる気なのか？あ、止まっちゃった。やっぱり、マリサの言う通り、本線上で折り返しをするみたい。いや、マジかよ。幸い、今阪和線は目立った遅れがないからいいけども。少しでも遅れてたら、この方法はなかなかやばいんじゃないか？そしてそのまま折り返して、一番乗り場へ向けて走ってきたわね。本当に本線上で折り返して、一番に入れるんだな。これはちょっと衝撃だったぜ。数分後、今度は紀ノ国線の普通列車がやってきたわ。今日は特急黒潮が運転されないから。紀ノ国線方面へはこの普通列車に乗るしかないの。案の定、旅行客らしき人もたくさん乗って。普通列車も普段より混雑した状況になってるみたいだな。ましてや、4両編成だし。そして9時50分、黒潮12号に変わった289系は、和歌山を発車。12号ってことは、京都行きだから、そりゃ289系で運転しないとまずいんだぜ。だから1号が、289系に変わっていたのか。しばらくすると、後続の特急黒潮3号が当駅止まりとして入線してきたわ。黒潮3号の車両が、本来1号で走るはずのパンダ黒潮になってるんだぜ。てか、この列車は、1番乗り場に直接入線するんだな。確かに、折り返しにもいろいろパターンがあるようね。やってきた287系は、一旦ドアを閉めて、車内の整理や点検をするみたい。和歌山に来る黒潮号って、基本的に始発か、白浜方面から来る列車ばかりだから。こうして車内点検をして直接折り返すってのは、ちょっと珍しい気がするんだぜ。今回の注意情報の影響で、紀ノ国線を中心に、遅れや運用変更。そしてこの特急黒潮に至っては、和歌山までの運行になってるけど、せっかくのお盆にこのような状態になってるのは、なかなか厳しいところがあるんでしょうね。本来なら、特急にもたくさんの利用客がいて、和歌山方面も賑わう時期だもんな。でも、何か起こってからじゃ遅いから、こればかりは仕方ないのかもしれないぜ。10時50分、黒潮14号に変わった287系が発車していったわね。和歌山折り返しの黒潮号、なんか少しレアな気もするし。お盆の稼ぎ時に、ちょっと残念な気もしてしまうな。